るな、他人に迷惑をかけるな、not bothering others、こうやってね、新意義。すいません、皆様、ちょっと少し時間がかかりしました。私は主語マゴのリ・シンジです。私は中国から来ました。小さい頃から日本の文化やいろいろものが興味を持っていて、去年を中国からカナダに来ました。日本の文化はテレビや友達、大学の授業の学び、勉強してカナダの文化を毎日体験した。今日は日本でとても面白い分割信条は他人に迷惑かけないよう文化はについて話したいと思います。なぜ日本ではこの文化が社会や日常生活に深く根付いたのでしょうか。周囲の人はひたたり他人を優先することが大切だからではないでしょうか。その一つが建前と本音です。本音が否定的であっても建前は肯定的であることもそれがいいなと思っています。例えばやりたくないことは難しいかなかもしれません。それで後輩しに礼儀されるように思います。そしては他のすいません、たくさんの人が地下鉄やエスカレーターの時に人が通りやすいように同じ方向に立ったり、映画館やスポーツイベントの会の時ゴミを持ったりして、酔っ払っているヤンキーさんたちは人が来た来る時声が小さくしたり、聞いた時は本当にびっくりしました。そしてカナダは日本と同じように同じの価値観、他人が迷惑かけない欲の価値観があります。ですからカナダでは日本ではちょっと少し違って、カナダでは個人の情報よりオープンにしてしました。でも日本ではこれが同じです。日本では個人情報よりちょっと少しもっとプレートしてしました。みんなが自分のもので退場して余計な口出しことが迷惑かけないように話せず、何も話せずないです。以上で、確かに日本のこの分割が悪い一面もあると思います。ですが私たちはこの中盤の中にて勉強して、人のことが優先すること、他人のことが尊重し、オマニュアルのことだから人として代わりについて学べることが、たくさんのことが勉強した。以上で私のスピーチを終わり、皆様ご清聴いただきありがとうございました。